こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はね、えー、お昼間お客様が来られて、えー、非常にお客様とお話をしていて、えー、なんか、僕の言葉がね、えー、なんか神がかったというか、すごいいいこと言いましたっていう、もうこれはもう本当に宝物もいただきましたっていうような、えー、ことを僕が言ったんですって。それでね、僕も、 あの、日頃からそういうふうにね、どんどん言ってるわけじゃないんだけれども、今日はなんかパッと降りてきたことをそのまま言うと、えー、あ、自分自身もね、あ、その通りだなっていうような、あの、自分が言った言葉に自分が納得しているというような、皆さんそんなことってないですかね。えー、今日ね、そういったことがあったんで、 逆にね、えー、その言葉を忘れちゃいかんと思って、えー、僕もね、なんか、あのー、ひょっとしたら降りてくるような体質になったのかなというような、そんなことでね、えー、今日はそれを書き留めて、えー、このビデオにね、えー、撮っておきたいと思います。 えまずね、どんなことを言ったかというと、えー、もう本当に僕の、あのー、体験談とかいろいろな思いを常日頃思っていることを言ったんですけれども、えー、まずね、現在、えー、例えばこれ結果なんですよね、えー。体調が悪いよねっていうような。だから僕はあのー、過去にね、えーまあ、プチ打つになったわけなんですね。プチ打つになったわけなんですけれども、これ結果だったんです。あの当時、えー、現在ですね。 現在、えー、まあ、プチ打つになって、えー、なんかもう体調が悪い、えー、気持ちが乗らないっていうような、そういった現象があったわけなんですね。そして、それを、あのー、お医者様に行きました。まあ、精神クリニックっていうところに行ったわけなんですね。すると、あのー、抗不安剤っていう不安剤をお薬をくれました。まあ、これが、 対処法、結果が、どういうふうにそれを直したらいいかっていうことで、えー、その時に、えー、一応、あの対処方法としまして、あの、私は、あの、そういったお薬っていうことを、まあ、選択したわけなんですね。選択というか、あの、提案されたわけです。それで、その提案に、あの、乗ったわけなんですけれども、えー、それをずっと1年ぐらい服用してましたが、えー、結局は治らずに、むしろ、えー、1条が2条、 ということで、そして2錠飲んで、ずっと毎日毎日飲んだ挙句に、ええー、まあ、横の皮に落ち込んで、そして背広ずたずた、ええー、体に傷が行き、ええ、今でも残ってるという。まあ、それをきっかけに、その薬をもう翌日からやめたわけなんですけれども、ええー、結果の対処方法としてはですね、ええー、間違ってたわけなんです。じゃあ、その、プチ打つになった原因っていうのがあるわけなんですよ。 その原因っていうのは、えー、要するに、えー、人間関係だったわけなんですね、僕は。あのー、ですから会社をもう乗っ取られそうになったとか、なんか、うもう本当にまあ信じてった方に裏切られたとか、まあそういったことが非常にあったわけなんです。ですから、その原因っていうのを、えー、取り除かずして、えー、薬で対処療法をやってたことでですね、 えー、結局何も解決しないまま、えー、気持ちを抑えて、えー、元気にならない薬を飲んでたという、それを例えば1年または10年飲んだところでですね、体を壊すというようなことになってたと思うんですよね。ですから何が言いたいかというと、僕はじゃあどんな仕事をしてるんだということを、その今日の、今日のお客様に言ったわけなんですよ。それでね、えー、僕がやってる仕事っていうのは、その、あの、 原因、原因があって結果があるわけですね。はい。今が僕が、あの、打つとしたら、この、こう、打つという結果があるわけなんですけれども、その中で原因を探していくというか、こ,これを治していくっていうためには、どんな方法があるんだということなんですよ。それで、えー、西洋医学でしたらね、 私は、あの、この結果、打つっていうのを、治すっていうのは、あの、お薬、薬で治すというような、えー、ことを選択した、まあ、提案されたというか、病院はもうこれしかないんですけれども、えー、まあ、そういったことですね。えー、でも、うちの会社だったら、何ができるかというと、これは、えー、要するに、 西,西洋医学の部類なんです。で、僕は、僕のとこは、ロハス、ロハス村はですね、えー、まず何をするかというとですね、えー、何ができるんだということになりますと、まず、あのプチ打つの人で悩んでる、まだあの、本当の打つじゃなくて、プチ打つですね。 えー、じゃあ、まずは、話を聞く。えー、西洋医学のところではですね、僕はたいあのー、2時間とか1時間から2時間、またはひょっとしたら3時間ぐらいお話を聞くことも多々あります。えー、すべて無料でございます。えー、西洋医学は、えー、まあ、10分、通ったら5分です。 これ、えー、保険が、保険は使ってますから、まあ、例えば、あのー、初心2000円払えばですね、えー、その3倍で、えー、6000円か7000円ぐらいですね。これ7000円ぐらい払ってます。僕0円。話を聞くというところがですね。まあ、そんなことなんですよね。えー、それで、えー、かつですね、えー、それによって、えー、例えば、あのーおこ、これの、 ええー、まあ、あの、対処方法としては、波動。波動で潜在意識。えー、えー、もう一回全然かけ、ごめんなさい、見えないね。潜在意識にアプローチするとか、逆にですね、ええー、もうその会社を辞める。ええー、辞めるという方法とか、ええー、または、あのー、住むとこを変えるとか、 またはあの、生活習慣を変えるとか、えーまあ、いろんな方法があるんですけれども、あのそういったことを提案しますよね。えー、ここはもうあのそういったことは一切提案はなかったです。もちろんね、えー、お薬を飲んでやればいいよっていう,もう一つの提案だったですね。はい、一つ。 僕の方は、まあ、要するに、いろんなことを今まで14年間自分自身も体験してますから、それを踏まえながら、えー、こういうことで良くなったよ。サプリもすごく良かったですね。うん。あの、カリカっていうあのパパイヤのサプリメントで非常に助けられました。またその後水素のサプリメントも飲みました。えー、血流を良くすることによって自律神経が整ってくるっていうのもわかりました。 まあそういったことで、いろいろと体と心の関係っていうのも、あのー、まあ、本を読んだり、セミナーに出たり、いろんなことを人に聞いたりして、ええー、まあ、私、お医者さんでないので、治りますよということは一切言えません。ただ、あのー、そういったことの、あのー、うつが治るというような話ではなくて、人生を変えてみるという話をするわけなんですね。そういった方法で、ええー、まあ、 結果的に、えー、気持ちが前向きになるっていうケースはたくさんあるわけですよ。ですから、あのー、洗濯券がたくさんあるわけなんです。私と話せばお金も、あのー、かからない最初はね。で、えー、それでもって洗濯券、体をぬくめる、お風呂に入る、まあ、いろいろあるんですけれども、そういったことを洗濯券をたくさん、あのー、網羅できるっていうメリットがあるわけなんです。 もちろん、あの、お医者様は非常に勉強もされて、いろんな、あの、学問も、網羅して、非常に立派,な立派な方が多いと思います。ただ、あの、これだけ、要するに何を言いたいかというと、これだけしか提案がなかった場合に、これしか患者様は、あ僕の場合もそうだったんですけど、あの、何も選択権がないんですよ。選択権が。 だから、あ、あのー、言いたいのは、あの、社会に大事なことは、選択権がたくさんあるということが、僕は社会が健全な、あのー、町になる、またはあ、生成発展できるような、あの、国になるっていうようになると思うんですよね。ところが、あのー、どうしても皆さん、あのー、まあ、今回の、えー、コロナにしても、または、あの他の、あのー、ご病気にしても、 やっぱり選択権っていうのがなかなかね、えー、なくなってきつつあるんです。あの、まあ、そういう意味でね、えー、私は思うのは、えー、いろんな人のいろんな話を聞いてね、そして選択権を自分自身が増やしていくということが大事かなと思うんですよね。私の場合も、あの、一つしか知らなければ、ああ、もっともっと、ひょっとしたら、このカリカっていうのを、この途中で知ったもんですから、 あの、そっちの方に移ることができたんですけれども、ずっとこれしか知らなければ、まだこれを飲んでたかもしれません。そうなると、末恐ろしいことなんですよね。はい。で、えー、後で、えー、これどうしてくれるんだって言っても、それは、あの、もし裁判、僕も裁判ね、前もしたことがある。自分で裁判を起こしてやったことあるって言ってましたけれ、言いましたけれども、裁判すれば、なんとか、あの、国っていうのが、 もう本当に良識のある人たちばっかりで、えー、正義は勝つと思ってました。それまではね。でも正義っていうのは本当になかなかないです。正義が勝つっていう世の中ではないんですね。だから、あのー、そうならない、そ、そ、そこに陥らないっていうことが非常に大事かなと思います。裁判まで行かないっていうか、 だからその前に選択権を持つことがすごく大事で、選択して自分の意思でやれば、また引き戻すこともすぐできます。自分、なぜかというと自分で考えているからです。あ、だからね、あの、迷路で迷ったら自分、自分で歩いても元の位置に帰るじゃないですか。それと同じように、えー、人に連れて行かれたら、えぇ、ー、来た位置が分からないから、あの、迷路に迷ったらもう、どこに帰っていいやら分からないでしょ。 だから、自分が歩いて、迷路も歩いていくと、自分で帰る、帰り道っていうのがある。だから、あの、結果と原因って書きましたけれども、原因のところに戻ってくることができるわけですよ。そしてまた違うところのアプローチをしてみるという。これがすごく大事で、えー、やっぱりね、人生っていうのは、あの、早、早降りっていうか、早く早くという風潮ではありますけれども、 やっぱりね、一歩一歩自分で歩いて、えー、また、帰り道もちゃんと自分で、あのー、マーキングしておくというか、すると、あのー、元に戻って、もう一度選択をし直すということができるんですよね。はい。えー、まあ、その、選択権を、じゃあ、ロハス村、結論言います。ロハス村は何をやってるんだと。 いうことになりますと、変なおじさんとか、何なんだということをよく言われたり、ちゃかつされたりするんですけれども、僕は真剣に言ってるのは、思ってるのは、あのー、選択権を皆様は持ってくださいよと、その選択する、あのー、対象のものを多くするというようなところが、私どものお店の特徴でございます。 ですから、えー、この薬ということの一つ、西洋医学の提案は薬、お薬。私は、えー、会社を辞めるというのも一つの提案。または、生活習慣を変えるというのも一つの提案。その中には、朝早く起きて、セロトリンを出していくという、こういった一つ一つ、あのー、私の知識を、えー、伝授させてもらいますし、えー、また体温を上げていく。体温を上げることによって、えー、血流が良くなる。 血流が良くなるよう、なることによって、ゴースト血管がまた復活してくる。復活することによって、えー、隅々まで、えー、酸素が回ってくる。酸素が回ると、もちろん脳みそに酸素が回って、栄養素が回ってくるから、えー、頭も回転が速くなり、判断力も正確にできてくる。まあ、そういった、あのー、すべて繋がっているわけですね。 そんなところをお話していただいて、じゃあ自分は、えー、どのようなものを選択してお薬を飲むっていうのも一つの選択です。または、えー、僕は、私は、うん、あの、こういったものはちょっと、えー、控えて、えー、違う,う、両方でやってみようっていうのも選択です。だから、そういったことを提案させていただくのが、えー、ロハス村です。ぜひね、えー、ロハス村と出会ってください。 えー、あのー、出会って、えー、もうすぐお金がいるとか、そういうことはないです。えー、私の、あのー、14年間の知識、そして、えー、ビジネスであれば、コンサルティングもやってますので、えー、35年間の知識、えー、それを網羅したものを皆さんにご提供させてもらいますので、よろしくお願いします。ということで、えー、今日もね、えー、そんなお話を、えーまあ、させていただきました。 ロハス村の、えー、お店に来ればですね、えー、なんかこう健康的な話とかそんな話ではなくて、この話がもう神がか,かったような話っていうか降りてくるんで、そんな話をさせてもらいます。えー、それでは、えー、またね、えー、さようなら <laughs>